アラム・ハチャ・トゥリアンのピアノ競争曲編2丁々作品38は1936年に作曲されたピアノと還元楽のための競争曲である。この作品によりソビエト連邦以外の諸外国で認められるようになった。演奏時間は約35分。1935年に初演されたモスクワ音楽院卒業作品である公共曲第1番に続く大作で、 1936年のおよそ半年の間に書き上げられた。初演は、ハチャトゥリアンの希望で、レフ・オボーリンにより行われることとなり、初演までの間に、オボーリンの助言を得て、ピアノパートの遂行が行われた。1937年夏の初演は一応は、成功したものの、ハチャトゥリアンにとって、満足のいくものではなかったらしい。しかし、初演と同じ年の秋に、 ガウク、ムラビンスキーが伴奏者となった演奏会はハチャトゥリアンも認めるシーンの成功を収め、カバレフスキー、ショスタコービチといった同僚作曲家からも評価された。出版に際して功労者であるオボーリンに検定されている。第二次世界大戦の勃発後、同盟国であるソビエト連邦への連帯を示すためか、戦時下にもかかわらず、欧米での初演が、 相次いで行われ、イギリスでは1940年に、アメリカでは1942年に初演されている。ウィリアム・カペルもこの曲を得意とし、演奏会で盛んに演奏して、この曲の知名度をさらに高めた。1937年7月12日、モスクワのソコーリニキ公演野外劇場において、オボーリンの独奏、レフ・シテエンベルクの指揮により初演された。 独奏ピアノ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルン4、オン、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、バスドラム、スネアドラム、シンバル、フレクサトーン、言語部ソナタ形式。還元楽による荒々しい助奏の後、ピアノが第一主題を奏する。還元楽との応答が続き高揚した後、オーボエに、東洋風な第二主題が登場する。 この主題はピアノに引き継がれてカデンツァ風の展開を見せる。展開部は還元楽とピアノにより第1、第2主題の順に展開する。スネアドラムも登場、やがてはっきりと第1主題がそうされて再現部となる。第二主題はクラリネットなど木管楽器に登場、ピアノはこれにオブリガートをつける形となる。この後、カデンツァとなり、 最後は、第一主題のトゥッティで終わる。三部形式。バスクラリネットによる助奏の後、ピアノに主題が登場する。この主題は、弦楽器やフレクサトーンに受け継がれる。しばらく発展した後、中間部に入る。中間部はフルートに導かれる、短いもので、すぐに、最初の主題が現れ、やがて助走の主題が再現されて静かに終わる。 ロンド形式。ピアノでトッカータ風の力強い主題がそうされた後、トランペットでロンド主題がそうされる。ピアノのメカニックな動きの後、一旦静まってから還元楽による激しい展開となり、長いカデンに至る。その後、ロンド主題が再現、ピアノで変装され次第に高揚すると、その頂点で第一楽章第一主題が登場。 堂々と終わる。フレー第一学章第一主題。ありがとうございます。